はい、皆さんこんにちは、西です。今日のテーマはですね、食べ物をね、粗末にする YouTuber についてね、話したいと思います。最近なんか食べ物を粗末にする YouTuber が一人、名前忘れましたけどね、全然一回も見てないんですけど、それで問題になっているっていうことでね、まあその YouTuber に関してはね、まあとやかく言うことはないんですけどね、まあ危ないジャンルっていうのは出てきましたよね。今度料理系の動画ですね。食べ物を粗末にする YouTuber が出てきてしまうと、食品を扱う YouTuber、まあ料理の紹介動画だったりね、農業とかでね、 YouTube の活動されている方とかだと危ないですよね。そうなっちゃいますよね。だから今度は食品を扱う動画は広告がつきづらくなるっていう可能性が高くなってきたっていう、そうですね。子供、昔はね、10年ぐらい前だと子供を前面に出す動画、普通にね、広告ついたんですけど、今、なんか子供向け動画ってね、広告つきづらい状況に YouTube はあるみたいでね。だから今度は料理系の動画が危ないのかなっていう。広告がもしかしたらつきづらくなるのかなっていう。まあでも結局ね、食べ物に粗末にするとか、あと物を壊すとかね、やっぱそういう動画の方がね、やっぱり過激な動画の方がね、やっぱり YouTube の仕組みがね、やっぱそうなっちゃうんですよね。なんで、まあでも普通のニュース番組とかでも過激な動画結構出してるんじゃないですか。何年前だっけな、7、8年前にね、中国の新幹線が脱線事故ありましたけどね、あれも事故映像撮れてなきゃ全然ニュースにならなかったと思うんですよね。だ結局過激な動画を流すことによって、まあネタになるっていうところでね、まあニュースとね、ニュース番組と YouTube ってね、似てるところが結構あるんでね、まあちょっとね、 YouTube の仕組みをなんとか変えないとダメなのかなっていうね。本当にもう機械判断じゃなくてね、本当に担当者、人間の目で判断しなきゃいけ、これはいい悪いっていうのはね、判断してくれるグループみたいのがあればいいんですけどね、結局 YouTube 人が手が回んないんですよね。だから量産型、大量生産型だからね、 YouTube ってね。だから有名 YouTuber からね、登録者一人の人でもどんどん YouTube の動画って投稿、誰でも投稿できるんでね、大量生産型なんで、まあ検査の目も人手が足りない状況になってしまいますからね。まあでも食品をね、扱う YouTuber は、また気をつけなきゃいけないのかなっていうところがありますね。はい、ということでね、今日からね、電車で5プラグ&プレイ2、またやっていきたいと思います。100K こだま635号だって。1時間。ああ、ちょっとすぐ終わるね。まあ、そういう感じですよね。はい、これをね、ポッドキャストで上げようかなと言ってます。の、雪降ってますね。630号、岡山行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意。だからね、こういうゲーム実況もね、いつできるかわからなくなるっていうのが YouTube。お下がりください。まあ、ゲームメーカーがね、総出で、YouTube のゲーム実況悪っていう考え方になったら、もうどんどんなくなっちゃいますか。あれ、屋根あんのに雪降ってますね。謎に雪が降ってます。まあ結局ね、まあ過激な動画を上げてね、その過激な動画に関するジャンルを上げてる人が
迷惑を被るっていうかね、活動しづらくなるっていう、真面目にやってる人の方が活動しづらくなるっていうね、まあそういう仕組みになっちゃってます。あ、早いんだ。ちょっとスピード出しすぎってことだ。70キロぐらいがちょうどいいと。まあこれぐらいでいいか。お、下の車両なんだ。これもわかんないな。さあ。これで定通速度を取っといて、電話はテレホンカード専用で4号車にあります。そう、真面目にね YouTube 活動してる人だと迷惑かけられちゃう、ね、車内ではあらかじめマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様が迷惑にならないように、ちゃんとルールを守ってね、駅の撮影してる人であっても、そういう私人逮捕系 YouTuber の陰でね、駅での撮影がねしづらくなったりしますから。お、220キロまで。220ギリギリで行った方がいい。まあ真面目な人がねバカを見るっていうかね。まあそうですね、まあコミケのあれも本当はね、始発の電車で来て並ばなきゃいけないのに、もう徹夜組が出てましたけどね、徹夜がしてもう並んでるっていう。でも主催者はもうお願いしかできないというところでね、で削除っていうか、その朝早く徹夜組をねどかせられないっていう、お願いしかできないっていう。結局ね、ちゃんとルール守ってた人がバカを見るっていう。だって徹夜組をねどかせられないんじゃんね、もうルール破ったもん勝ちだから。最近でもコミックマーケットもまあ別にそうだよね、どうしても限定品とかあるからね、あれもね。どうしようもないんだけど、そう結局ねルール守る人がいないから結局徹夜しちゃうんだよね。で主催者側もちゃんとそこをね改善っていうか対策立てないからそうなっちゃうんだけど、あと50秒。ああ大丈夫か、実感ありそうだね。あと40秒か、ちょっと早いか。この辺であと30秒。あと20秒か。
多いよ。あ、早くついちゃった。10。あ、これ90点じゃん。一応合格範囲には入ったけど。ああ、99点か。一応合格、80点合格か。だんだん難しくなってきてますから。そんな早くついちゃったっけ。信号7時。信号70。取り目10。ブレーキ完開。東広島発車。まあ結局ね、 YouTube も物壊す系とかね、あと悪口を言うとかね、有名 YouTuber の悪口を言うとかね、そういうとやっぱりね簡単に、真面目にやるよりも簡単に稼げちゃうんだよね YouTube。だからね、まあ結局過激な方がいい。ああいう悪口とかも今あれなのかな、広告つくのかな。でもあんまり過激だとつきづらいっては言うけど、でも結局機械判断だからね、 YouTube の機械判断だと、なんていうんですかね、再生回数とか回ってりゃいいって判断して、特に問題動画にしないんじゃないかな。 YouTube にとってはね、やっぱりちゃん再生回数とか視聴維持率がね、いい動画の方がありがたいですからね、どんな変な動画、過激な動画でも。だからそこがね、人間の手でね、いちいち検査する、検査というか管理するわけにはいかないし。あ、これ4両編成だ。210キロぐらいでいいのかな、215キロ、215キロ。さあ落ちるか、こういうスピード。あ、落ちない。おお、いいね、いいね。2回連続で低速ポイントうまくいった。急にスピード落ちてきた。難しいね、でもこれ。信号170。次は三原ですね。そういえばね、JR 東海のさ、クリスマスエクスプレスって CM、あの山下達郎さんの曲のやつ、CM ありますよね、JR 東海。深津絵里さんとか、CM 出てるやつ。あれ、100系でしたね。青一色の100系でしたっけ。ご乗車ありがとうございました。まもなく三原です。次の三原では、7番乗り場に。うわ、早いな。え、こんな早いの？マジか。これぐらいでいいか、じゃあ。
まあこれぐらいだね。なんか怒ってるお客さん。ちょっとスピード落としすぎ、速すぎて怒ってるのかちょっと分かんない。まあこれでこんぐらいでいって。70キロスピード上がるんだもん。速いかな。あと1分10秒あります。早く着く分にはって思うんだけど、あと1分。信号3時。三原停車、編成4秒、停止位置4、確認です。あ、これぐらいで、あと30、35秒。これまた難しいね、調整が難しくなってくる。信号30。ここであと25秒でしょ。あと15秒、あと10秒、9、8、4、3、2、1、6秒まで OK なの。6秒遅れても OK なの。まあグッドは取れたけど。通過あんのかな。通過、三原です。通過もあり。三原です。ご乗車ありがとうございました。 OK。 106点。のぞみ号通過待ち合わせのため発車までしばらくお待ちください。あ、通過待ち。じゃあちょっと一回マイク切ります。さて、700系が通過しました。あれ、もう1本通過。よかったです。2本通過する時もあった気がするんだよね。プレステ2版。8キロか、まあ駅区間は短いね。信号70。はい、閉じ目点。閉じ目点。出発進行。ブレーキ管回。三原発車。停発。三原新尾道間。徐行ノッチ制限確認。徐行ノッチ制限ともになし。あれさ、ポッドキャスト最近やろうとしたんですけど、音声コンテンツ、動画のファイルはアップロードするんですけど、音声しか出ないのかなと思ったら、映像は真っ暗で、動画は流れないのかなって思ったら、ちゃんと流れんだね、動画も流れてて、なんか YouTube 版のポッドキャストって意味がわかんないな、インターネットラジオっては言うけど、
通に YouTube 動画見るのと変わんないなって思ってですね、なんかあんま意味ないの、意味ない感じがするんだけど、気のせいか。一応ねポッドキャストの再生リストも作って、なんかサムネイルも作ってやってみたんだけど、なんかあんまり違いが分かんない。ポッドキャスト、あ、ウクレレの、今ウクレレの練習もしてんですよね。楽器弾いてるんで、それをポッドキャストにするっていうのもありなのかなっていう。ギターもやったんだけど、ギター無理だなって思ってすぐ売っちゃいましたけどね。あ、6弦のギターって厳しいな。うん、ウクレレ4弦だから、ウクレレの動画上げて、ウクレレ弾いてる動画上げてポッドキャストに入れたらどうなのかなって。195、そんな攻略もないからさ、これ本当にどこで低速ポイントがあるとかわかんないんで。信号170、なかなか落ちないですけど。ご乗車ありがとうございました。いい表あり。まもなく新尾道です。信号170。の新尾道では2番乗り場に停まります。信号70。お忘れ物などございませんように十分ご注意ください。ポッドキャスト、楽器弾いた方がいいのかな。楽器も何回か弾いたけどね。簡単な曲しか弾けないけど。ウクレレもいいよね、確かに。ウクレレは4弦しかないからさ、そんなあれでもない。ちょうどね、流しドリーム系品休校さんもなんか合唱曲流してるし、なんか合唱曲にハマってるみたいで。合唱曲もね、やっぱりいろんな曲がありますからね。あの空かける天馬っていう曲ありますけどね、あのアンドロメダを西南にっていう曲。信号30、新尾の道、停車遠征4両停止位置4。あと1分近くあるけど、やばいなって。20キロぐらいで走行しないとまずいか。あ、18、17キロになった。また参っちゃうね。あと45秒あるわけでしょ。早く着きすぎても困っちゃうね、これ。あ、もう再加速できません。これで潰すしかないけど、これでちょっと潰して、あー、また怒っちゃったよ。お客さん真っ赤になって怒っちゃってるよ。あー、でも101点、100点は超えてんね。99点っていうのが1個あったから。次が福山。区間短いからいいけど、きついなこれ。早いのか。はい、お下がりください。はい、閉じ目点出発進行点。あ、220。
はい、始めて出発進行。信号の道発車停発。信号の道ちょっとゆっくり発車して、こういう感じかな。共になし。のち1にして4にすると加点されますんでね。1から4が基本みたいです。プレステ2版の新幹線の攻略本に書いてあります。これね、でも本当難しいんだよね。また攻略があればまだ良かったんだけど、ないからな。これ Wii 版も出てないってことだから、 Wii 版の新幹線確か攻略も出てないと思うんだよね。確かプレステ2版の新幹線はね、攻略本出してんだけど、今ね総合評価100点超えてるからまだいいけど、まだ難易度星3つしかやってないからね、星4つ5つになるとどうなるのか分かんないけど、185キロ、185キロ、やっぱあんまスピード出しちゃいけないのかな。これで、あーダメか、あらら、ダメ、残念でした。初めて失敗。あ、真っ赤になってる、怒ってる。やっぱガチャガチャやるとね、ああやって怒るの。ガチャガチャやって怒るときと怒らないとき、その違いが分かんないんだよね。もういいや、これでちょっと早い。ああ、やっぱ早いんだね。停車場接近、福山停車2番線。ちょっと早いんだ。信号170、信号110、ちょっと遅くしてだいぶ落としたけど、信号70、信号70、もち3ぐらい、もち4でもいいんじゃない。ご乗車ありがとうございます。ちょっとか。まもなく福山です。次の福山では2番乗り場に停まります。福山、お忘れ物、落とし物などございませんように十分ご注意ください。福山の次は新倉敷です。次は福山か。楽天のピッチャーですね。中継ぎでベスターズに行って楽天に行って。信号70、あと1分。結構ミスってるからな、やばいね。信号30、あと30、信号30。2番乗り場ご注意ください。電車入っております。停止位置4、確認よし。まあこの辺だよね。20キロ、あと25秒、あと20秒。信号30、ちょっと加速しましょうか。あと10秒、ちょっとあれかな。6、5、4、3、お、23。
23センチ。ミッキー亮だね。ロッテで言うとね。ミッキー亮。ミッキー亮って。ミッキーってやってましたっけ。引退しちゃいましたけどね、三木亮選手。福山です、ご乗車ありがとうございました。はい、降格。2番乗り場こだま。はや、もう新倉式岡山終わり。発車いたします。はい、どうしようか、帰ってきてください。お見送りの方は黄色い線までお下がりください。あんまり飛ばしすぎるとってなるから、やっぱ210キロ210で行った方がいいのかな。はい、閉じめて出発進行。ブレーキ3回、福山発車、停発、福山新倉敷間、旅行ノッチ制限、電車が発車します。旅行ノッチ制限ともになし。次が新倉敷。新倉敷工業とね、なんか更新だ、いつの更新だか忘れましたけど、倉敷工業高校だったかな、と苫小牧の試合があってですね、最初苫小牧がなんか10対0、5回終わって10対0とかで苫小牧が勝ってて、倉敷負けてたんですよね。で途中で雨降っちゃって、あ、5回行かなかったのかな、試合成立前に雨が、大雨で流れちゃって、次の試合5対4で倉敷が勝ったっていうね、だそんな試合ありましたね。倉敷の高校からしたらね、幸運の雨で、苫小牧からしたら悲運の雨でしたね。10対0で勝ちたのにね、雨で流れてノーゲームになってね、確か最初やった時5対4とかすごい僅差で勝ったんだよね、倉敷が。ああいうこともあんだ、ね、210キロぐらいいいと思うんだよね。これでダメならもう散りましょう。まあね、このゲームね、結構たくさんやってる人いるからね、こんな長いゲームやってる人たくさんいるから。なんか元新幹線運転士がこのゲームやってる、なんかユーザー名が元新幹線運転士っていう方で、なんかこのゲームやってた人、とうとう新幹線の元運転士もゲームやるようになっちゃったかっていう。あーダメだ、あーダメだ、残念でした。次は新倉敷か、新神戸とかね、新〇〇ってどういうの。あ、信号170、このゲームのリアルモードっていうのをやってないんでね、どれぐらいリアルモードって面白いのかわかんない。ブレーキ操作がないからね、なんか楽だってはコメントいただいたんだけど、まあそれもやってみようかなとは思うんだけど。ご乗車ありがとうございました。まもなく新倉敷です。降り口は左側です。次の新倉敷では
あれブレーキの効きがあんま良くない。 B7 にしないと間に合わない。持ち帰りレールスターです。4両編成。まあ1分ぐらいで駅進入すればちょうどいいのかなっていう、そういう感じかな。信号30。信号30。やべ、ちょっとブレーキ遅れた。編成4両、停止位置4、確認よし。ああ、ちょっと20キロ、この辺で行ってみて。信号30。あと40秒でしょ？この辺で、あと35秒。ちょっと早いね。もう再加速できません。これで行くしかないね。あと20秒。時間潰すの大変だから。これでちょっと。あーなんとか持った。21センチ、21、内ち達也、昔のロッテのピッチャー。21って今ロッテ誰だ、あれ吉井さんの背番号いくつだっけな。吉井さん前21つけてたけど現役時代、あれ今21ってね。背番号21、エースナンバーだよね昔。岩隈投手もつけたしね。あ、ちょっと一回マイク切りますね。はい、700系ですね。あと一駅だ。岡山距離長いね。まあ多分100点は超えると思うんだけどね。なかなかね、遊んでも遊んでもなんか簡単にダイヤ増えないんで、結構なもんだなと思って。でもレベル3でこれこんな難しいんじゃちょっと困っちゃいますね。レベル4とかだとどうなんの。お見送りの方は黄色い線までお下がりください。でもバグはなさそうだね、今んとこなバグはなさそう。途中でね映像止まったりするけど、ほんの一瞬ね止まってまた走り出して。ブリメ10ブレーキ寛解、新倉敷発車、停発、新倉敷岡山間徐行ノッチ制限確認、徐行ノッチ制限ともになし。こんな寒い中ね、駅のホームで雪降ってんのに。大雪はないね。まあ小ぶりな雪だからいいけど、吹雪じゃないから全然いいけど。さてもうラストだ。寂しいね、なんかね。ちょっと物足りなさもあるけど、まあどうせこの後長いダイヤやんなきゃいけないから、あ、こういうダイヤがあってもいいでしょう。信号220。まあ210キロぐらいでちょうどいいと思うんだけどな。あ、下に線路、在来線ですね。
4両編成の新幹線ってね、乗ったことないね。でも JR 東日本であんの4両編成の新幹線ってなんか大体長いよね。8両とかなんかくっついてる気がする。あ、6両あるか。165。あ、ほらこうやってブレーキかけるとお客さん怒るんだよ、なぜか知らないけど。あー、ダメか。せっかく減点覚悟でやったのに。また怒ってるね。何やったら怒られるのかな、ちょっとわかんねえなこれ。205キロぐらいでいっか。じゃあそんぐらいでね、210でもいいと思うんだけど。の光レールスターです。いまいちねこれわかんない。遊べる車両もさ、プレステ2と全然違うからさ、攻略プレステ2の攻略本見ても全然違うから意味ないんだよね。あんまり攻略本読んでも意味ないんだよね。やっぱプレステ2版だから。 Wii 版には対応してないね。170っていう ATC じゃなさそうで、170、110とか入ってきそうだな、終点だから。普通だったら次70だと思うんだけど、120とか出んじゃん。あ、早い。早いんだな、結構。あ、3キロぐらいで。あ、どうしても無理だねこれ。あ、70だ、 ATC70。 もういいやこれで。お客車がたくさん並んでるね。あんなに客車ってたくさん並んでるもんなの。お忘れ物、落とし物などございませんように十分ご注意ください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。 ATC30 が見えてきましたね。人号70。お客さん乗ってる？お客さん見えないね。4両編成、JR 東日本ないよね。なんか6両編成は確か秋田小町だよね。東京で見るのって大体連結されて走ってるから、なんかもう短い車両って見ないね。信号30、岡山乗り場ご注意ください。編成4両、停止位置4、確認よし。あ、まあちょうどあと35秒か。35秒はいいんだけど、20キロぐらい走っていきましょうか。まあこれぐらいで落としといて、あと20秒。98。まあこれぐらいだね。それでちょっと時間を潰しまして、ああ、まあよかったよかった。でもな、結構減点食らってるし、100点超えるかな。101点とかじゃん。これでグッと取れれば104点とか取れたけど、難しかったですね。あ、100いってんだ、やっぱりギリギリだね。はい、ありがとうございます。
まあこの映像は一回見たかな。まあこれは古いタイプのあれですね。リバイバルじゃないけど。こっちが最近、最近っていうかこっちの方が遅れて製造した。こっちの方が古い車両。でもこっちの方が馴染み深い。JR 東海車両とかね、ありますか、ね、JR 西日本所属とか。もうサンライズエクスプレスも0番台と何番台だっけ、なんか違うんだよね。0番台と何番台か忘れたけど、所属が違う。おお、0系100系のコラボ。いいね。こっちも4両編成だった。こういうね、懐かしい映像ね、まあ何回も見てるけど、これでもこれここ広島、東広島99点以外は全部100点取ってるからな、多分大丈夫だと思うんだけどね。まあでもちょうどいいボリュームです。だって1時間やってないし、まだね、47分しかやってない。すごいいい、101点っていうのは。そう、ブレーキをね、高速走行でいきなり走ってる途中でいきなりブレーキかけたりすると減点とか食らうんだけど、何をやったら減点なのかなっていうのをね。何やったら 100m 手前で残り25秒が目安なんだ。それだと止まりやすいんだ。ああ、ブレーキを頻繁に操作した時とか、非常ブレーキをかけた時、停止中にブレーキを解除した時とかね、ブレーキとマスコンを同時に入れた時とかね。結構な難しい。まあいいや、まあなんとかね、100は超えるはずなんで。合格点90点ってでも結構きついな。まあ今んとこね、ノーコンティニューでやってるけど99点。ああ、102点。おお、うわー、結構ギリギリ102点じゃん。あ、101点か、これ。あ、101点だね。あ、結構。結構難しいですね。これで。あ、新ダイヤが追加されました。新ダイヤが追加されちゃいましたか。で、さっき運転したのがどれでしょう。あ、これを運転したんですね。
次どれや、下りは、あーこれか、広島から博多南、結構ダイヤ、うわーこっからレベル4になるのか、うわーきついな、18ダイヤマンだもんね、18ダイヤって、だって上りと下りだけで36ダイヤあるってことだから、遊び応えあるよ。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。